はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、不動優勢です。ミルクでもらおうか。さあ本日なんですが、久しぶりにですね、勇者シンクロを持ってきました。はい、これ診断でディスパテルが追加されましてですね、このディスパテルくんが非常に相性がいいですね。このデッキ、どういう、勇者シンクロのギミックかと言いますと、まあ、勇者トークンを出すこのアラメシアの儀が、あのレベル4のトークンが出るんですけども、レベル4のトークンとジェットシンクロンで、ジャンクスピーダーが出せて、でこのジャンクスピーダーの、まあ、展開力を使って、なんか、ものすごい、シンクロモンスターをいっぱい並べて戦っていくという感じの、テーマになっています。で、OCG の方だとね、結構ね、すごいハンデスができてたんですけども、OCG の方で、ヌスットの煙玉が禁止されて、マスターデルの方でも禁止されているというところで、まあ、ちょっとハンデスムーブはね、そこまでかませないんですけど、十分ね、制圧盤面は敷けますし、あとね、一応キモい動きお伝えしていくんですけども、このディスパテルというモンスターが、除外ゾーンから光闇モンスターを特殊召喚できるわけですね。なんでオメガを出しまして、1枚ハンデスした後にもう一回オメガを呼び戻してもう一回ハンデスするっていう、そのオメガディスパテルによる2ハンデスができるんですよ。このキモい動きをちょっと、今回したくてですね、この時組んできました。これ耐えちゃいですよね、オメガって。これ一応、一旦一度メインフェーズに手札を1枚、相手の手札を1枚ね選んで、次の自分のスタンバイフェーズまで除外するっていう効果あるんですけどね、この効果耐えちゃいんで、名称してのなんで、オメガを、2回出して2回ハンデスするという、この激キモムーブをね、無視していきたいというふうに思っております。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやあ、ハンド強えな。ハンドマジ強え。これはちょっと増殖する字だけ弾けねえか。増殖する字弾けねえ。ただめちゃくちゃハンド強えぞ。これは強え。で、静電の水使い効果。うららうて、うららうて、うららうて。きっと。よし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 。すべきによってうららうけや。よっけ。これは令和の不動性ソリティア見せるんじゃないか。アラメシアの儀発動。増殖数字だけ。あ、ない。ない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 。増値ないぞ。で、表側で置く。で、ジェットシンクロ召喚。効果発動。運命の旅路。で、ドラコバックを手札に加えていく。で、運命の旅路の効果発動。これはね、一番最強の部分見せるんじゃないかな。で、グリフォンライダーを、爆発させていく。はい。で、こう。で、グリフォンライダー効果、爆発。で、アクセルシンクロスターダスト出していく。絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつない。あぶね、これジェットシンクロさ、僕効果発動きますけどって毎回言ってくんだよ、俺。マジうるさいわ。マジでうるさい。で、アクセルシンクロスターダスト効果。うおー、アクセルシンクロスターダストドラゴンを特殊召喚し、フィールド上のモンスターでシンクロ召喚を行う。この効果で特殊召喚したモンスターは相手の効果を受けない。うおー、あー最強無敵ジャンクスピーダー効果発動。このね、ジャンクスピーダーはうららとか、なんか無限法要とか、ああいうの聞きませんのでね。エフェクトベーラーとか、一応2ミリも聞きません、一応。まあそれ以外のモンスター全部死ぬけど。で、スタートシンクロの効果発動。ただそイルミネートを手段に加えていく。さらに、レベル5の、ジャンクスピーダーにレベル4のサラダシンクロをチューニング。うおー、勇気と力をドッキング。シンクロ召喚パワーツールブレイバードラゴン効果発動。このカードの効果によって墓地の、ドラッグバックを装備。そして、サラストイルミネートの効果を発動。サラストモンスターが存在する場合、デッキからサラストモンスターを特殊召喚。バラバラのサラストトレイル。よし、強い。さらに、じゃあ、これ外しようか。一応、対象に取れなくするぜ。ブレイバー以外、対象に取るの無効で。そして、レベル4のスタラストレールに、レベル3のジャンクシンクロをチューニング、シンクロ召喚、現れろ。ライトニングウォーリオ。そして、スタラストレールの効果によって、トークンを1個生成。ブルイーン。さらに、レベル1のスタラスト、トークンに、レベル2の、アサルトシンクロをチューニング、シンクロ召喚、現れろ。ブリキの軍曹効果発動。
効果発動してジャンクシンクロを蘇生。さらに、レベル1のジャンクシンクロをライトニングウォリアーにチューニング。シンクロ召喚、現れろコントバリュー、カオスルーラー、カオスルーラーの効果発動。これもしかしたら禁止になってるかもしれません。これはね、この動画公開してるときに禁止したらどうしよう。これありえるんだよな。これこの動画公開したときにもうカオスルーラー禁止になってるって説あるんですよね。これマジで禁止になっててごめんなさい。脱法してる可能性あります僕今現状で。撮影だいぶ取り溜めしてるんで許してください。でジェットシンクロンの効果、あてか待って、間違えた、このジェットシンクロン蘇生、あ大丈夫だ、アスタルシンクロ引いてるわ、アスタルシンクロ引いてる、大丈夫だ、ちょ間違えたわ、さっきブリキで蘇生する方間違えました、すいません。なんか素引きでケアしてる、大丈夫です。一回レッドデーモンアビスを爆弾させていきましょう。ちょっと間違えました。シンプルに。さっきのブリキの軍曹はアサルシンクロの方を蘇生してください。エンマリュー、レッドデーモンアビス、シンクロ召喚。さらに、スターダストイルミネートの効果。ヒル上のスターダストモンスターのレベルを1個上げるか下げるかすることができるぜ。これによってスターダストドラゴンのレベルを7に変更していく。そして、レベル7のスターダストドラゴンに、レベル3のブリキの軍曹をチューニング。うおシンクロ召喚、絡みつく時間振り切って、うおアクセルシンクロ、めちゃくちゃクリア前で流れるな、これデッキディスパテル爆弾。まあちょっとおっていうモンスターが結構ね出てきますけどね。で光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外し現れろ、カオスルーラー。そしてアサルトシンクロンの効果、自分の手札から特殊召喚。これは本来であればジャンクシンクロンがアサルトシンクロンになってるんで、これ多分ここ普通にあれですね、墓地から蘇ってきてるやつとでシンクロ召喚できるはずです。はい、ちょっと間違えました、展開ルートを、まあ、すべきでケアといったところですね。でバルネス爆弾させていく、マジで邪魔だな、邪魔だわ、ちょっとジャンクシンクロン邪魔なんだが。これだってこれ蘇生したらシンクロできんくね、レベル9シンクロもう1体追加できるのよ、もはや。まあちょっとね、コストは、いや、これは蘇生したらあかんな。でもスルーですね、これ。残念ながら、ちょっとカオスルーラ君には、ちょっと、おだぶつになっていただいて、で、スターダストシンクロンの効果。ジェットシンクロンをリリースして、自身を墓地から特殊召喚。ぽい。で、さらに、スターダストトレーニングの効果。スターダストシンクロンが出てきたので、墓地から特殊召喚していく。そして、レベル4のスターダストトレーニングに、レベル4のスターダスト、シンクロもチューニング、シンクロ召喚、うおアクセルシンクロ、全然アクセルシンクロじゃない、現れのサイクレームロードオメガ効果発動、うおアクセルハンです。うお蘇れサイクレームロードオメガ、うおアクセルハンですって何。うおアクセルハンです、ふぃー、これでディスパテンのここによって蘇ったサイクレームロードオメガによる圧倒的最強2ハンデスをぶちかましてやったぜ。クシャトリラライズハート、なるほどな、クシャトリラちゃん大丈夫か。そしてあれだぜ、モンスター効果発動するとディスパテルちゃんの効果によってお前の除外されたカードが戻ることによって、ハンデスしたカードは戻ってこないと思われてるのに大丈夫か。何プラネットパスファインダーいいだろう、これ普通に2ハンデスした上でさ妨害4妨害のことやばくない、これ2判別した上で4妨害のことで、誰が勝てんねん、これ誰が勝てんねん状態。ビンセットディスパテンの効果、相手の除外されてるカードを戻すと相手が発動した効果を無効にできるので、これで判別したカードを自ら戻すことによって実質無効と、無効判別ミルクでもらおうか、ライディングデュエルアクセラレーション。このカード発動するときちょっとだけテンション上がるっていうのありますね、これね。不動優勢ファンにはもうたまらないカード名ですからね、これね。シチューなグリフォンライダーしかいねえよ、これ。やべえ。いや、これはね、水使いをカオスルーラーで落としましょう。水使いカオスルーラー落として、シチューな用意してから、ジャンクスピーダーぶち込むみたいな感じでいきたいと思います。はい。でカオスルーラー効果発動、うららケアはしなくてもいい、あーうららある、いやーこれジェットシンクロの効果使うと一応うららケアできるんですよね。ただうらケアすると結局勇者めくれてもジャンクスピードいけないんで、
これはねかなりね厳しくなってきました。ジャンクスピーダーがいけないとき何するかっていう問題がありました。このデッキジャンクスピーダーいけないときがないけないときがね問題なんですよこのデッキ。あーまあアビスとかまではいけそうですけどね。ジェットシンクロンから切ってアサルト出してみたいなのできるから、アサルト出すいったで一旦重シンクロからかな。なんかこれ光ってんだよなこれ。 B セットかな、 B セットありそうですね。深淵の獣ちょっと一回バロネス行くしかないかな。バロネス行くしかなさそうな気がしますねこれ。バロネス行く、いや本当だったらねここディスパテル行きたいんですけど、ビーステッドな気がするんですよねこれ。これ多分ゾージーだったら多分投げてると思うから、いやこれ一回ディスパテル行くと多分なんかカオスルーラーから蘇らせてみたいな動き多分できるんだけど、一応な光闇除外してカオスルーラー爆誕する。てかこいつ大丈夫かな、こいつ大丈夫かどうか問題あるんだよな。そのあれなんだよね、マサテールちょっと新政権改定が来るかもしれなくて、そろそろちょなんかカオスルーラーが怪しいから、まあ、一旦カオスルーラーを蘇らせておきます。これでね本当だったらこのディスパテルで除外ゾーンから引っ張り出してきてチューナーをでもう一回バロネス出す動きできたんですけど、いや多分 B セットありそうな気がするんだよねこれチェーン的にね。ちなみにディスパテルを先に立てると B セットが致命傷になり得る代わりに盤面が伸びます、展開通った時にね。はい、なんで、まあ、相手の手札誘発が何あるかによって、まあ、ここはディスパテルが立てるかバロネス立てるかみたいな、まあ、基本的にはディスパテルから立てた方がいいんですよ大体。リベリオンこれ多分ねもう一枚あると思うんだよねこれ、B セットドルイドか OK。 これドルイドどうせ止めんだよな、なんか俺落ち落ちてどうせ止めるんだったらもう出てこさせない方がいいんじゃないかって説あるよこれね。出てきて出てきます、リベリオンします、でそこはどうせ止めるから、だからここでもう出させない方がいい結局どうせ止めんだから。はい、じゃあぶっ壊すで多分もう一枚あるんだよね、多分もう一枚ある。バレットトレーサー、なるほど、ストライカーか。いやこれでサーチ入るかどうか問題なんだけど、入るのか。いやまじゃあ結局止めるよな、リボルブートセクターどうせ止めるんだったらストライカードラゴン止めちゃえばいいって説あるね。ここ召喚剣使ったもんな、これでクイックリボルブとか B セットと言われるともうやばい。リボルブ結構2枚になったからね引けないとこはあると思うんですけど、まあそうだよねやっぱあるよね、いやあるんで、そうなんだよこれ絶対あったからな今まで。まあ、ちょっと一応墓地から光闇消しといたんで B セットは出てこないんですけど、僕の墓地から除外してね、だから相手の、墓地から除外は出てくる。これどうすんだろうな、もう1枚くらい展開であるとちょっとやばそうですよね。柄にもなく真面目に遊戯をしてんな。あロムルスか、いやロムルスこれでもロムルス落として強いモンスターあんまいねえと思うんだよな、多分なんかいたとして墓地落ちてないからこれあれか、多分なんだっけデストルドを落としてリボルブから動かれるとかが一番やばいか、デストルドリボルブみたいな動きされるとちょっときつそうな気がすんな、さすがにバレルエンドまでは届きそうなので、それだけ本当にやめていただきたい。アブソルーターね、アブソルーター効果また召喚剣使ってるもんな、一応多分そのトレーサーは前に出てこれねえだろ多分。いや耐えたー、アラメシア遅え、バカ遅え。バカ遅え、びっくりした、バカ遅えお前さっき来いや。これね、アラメシアがね、結局、カンツグダにはなり得るからね、普通にキモかったんだけど、そのアラメシア自体は。まあ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 。あとはニベルケアしながら展開すればいいだけか。アラメシアから、
勇者トークン出して、レボリューションシンクロンとか来たらまたより強くなるのかな。で召喚して、で効果発動、旅路効果で、ドラコバック持ってきて、グリフォンライダー行ってるな。グリフォンライダー行ってるのうざいな。行ってるのうざいが、まあイリーガルナイト持ってきて、裏切り者ね、これ。でドラコバックを捨てて、ドラコバックを装備。やっぱね、勇者のギミックってのはやっぱ高校で使うと強いですね。ドラバンスが入るんでね。はい、今回ちょっと先行ですけども、ドラコバックの効果発動を、ロムルス戻す、で殴る。僕は君が泣くまで殴るのをやめない。スピーダーできなくてもギリ耐えることあります。なおカオスリューラーが禁止になってる可能性ありますので、そこだけ教えて、コナミ君。対戦ありがとうございました。なるほど、何もないな。シンクロンしか来ないパターン結構あるんですよね。やっぱ思ったけど、勇者ディメンジョン大生わけない。あ、やばいやばい、世界を終わらせようとしてきてるぞ。世界を終わらせようとしてきてる。やばいやばい、出ました、無限迷惑電話編始まってもうたわ。だから毎回言うけど、こいつサイコロゼロ出るように開閉しろって。おかしいってこれ、今んところわけわかんねえ。なんだこれ、テレフォンでアニマからのベルテアナコンダ。まあなるほど、わけわからん、なるほどわけがわからんぞ。一体全体何が起きるっていうんだ。何、ノートゥングだと言った。さあ満を持してリプロドクスで闇属性を宣言。なるほど、ああ、一体こいつは何をしてんだ。パワーツールドラゴンとテレフォンで魔王竜ベールゼだとなるほどなるほどなるほど、やはり俺は成長してるな、分かってきたぞ。てかもうノーティングの辺から分かってきたような気がするが、レベル8とレベル2のシンクロチューナー、何が出るんだこれ。一体全体、あー分かってきた、キモい、分かってきたかもしれない。このアナコンダの効果で楽園有効だろだからやっぱこいつ悪用しかされてないって、悪用しかされてないって。これ新元流アルビオン出てきちゃった。はかなはかな、いやはかな引きもあんちゃある、はかな引きもあんちゃある。トップドローはかな頼む。うわー、シャイニングドロー、はい、うむ、ベールズが送りつけられて抹殺の指名者じゃなくて墓の指名者やね、欲しいのは。ああ、いた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 、いったいった。ベールズ黙れ、ベールズ、ベールズ黙れ、止まれ止まれベールズ、早めるんじゃない。なんだこの強制効果の鬼の強制チェーン、ちょやめてくれ。ベールズくん止まって、ベールズくん、ベールズくん止まれ、止まれって